はい、それでは、はい、日本シクイズワンステップアイ2022年11月大会は、江戸時代特集です。よーイというわけで、 みんなの江戸時代。盛り上がってクイズに答えていきましょう。早速いきますよ。最初の5問は4択クイズ。1、2、3、4の中からタイミングを合わせて答えていきます。ネタバレしちゃダメ。途中で動かしたり下ろしたらダメ。ちゃんと見えるようにいたしますよ。せーの、第1問。江戸幕府の第15代将軍は誰 ?1 番、徳川吉宗。2番、徳川家綱。3番、徳川綱吉。 四番、徳川義シそれでは、タイミングを合わせて3、2、1、はい。はい、手を出してうかな。指を出して、動かな。もうちょっと上に上げて見えないよ。もうちょっと上に上がり。はい、では、ちょっと待ってね。はい、よし、ありがとう。みんなろし大丈夫です。というわけで、えの第15代将軍は、ダン。 徳川吉信、4番でしたはい。4番の人、ヘドルバックの第15代将軍、最後の将軍になります。はい、みんなそんな感じで、あと4問。頑張っていきますよ。1問2点だ。第2問は、どん。日本書紀が初代天皇としているのは誰 ?1 番、神武天皇。2番、王神天皇。3番、仁徳天皇。4番、 有力天皇。それではタイミングを合わせて、3、2、1、はい。はい、この前でストップ。はい、ありがとう。はい、それでは答えは、ダブル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 ダブ 神武天皇から天皇が始まると言われてるんですね。そして第3問。始まってからは早いぞ、チャカチャカいくぞ。江戸時代、老中、水野忠国が行った改革を何というか。1番、教法の改革。2番、感性の改革。3番、天保の改革。4番、文久の改革。それではタイミングを合わせて。3、2、

3番、に天保の改革になります、ね。1番、享保の改革は将軍とし川義宗。2番、官政の改革は <coughs> 老中、松平定信。3番の天保の改革が老中、水野忠邦の改革。そして、最後の文久の改革は、薩摩のね、島津久光が改革を要求してやった幕末の改革になります。ルカ選手がね、あの今出してる新選組とかいう時代の改革が文久の改革になります。<laughs> ちょうど新選組がいた頃だね。じゃあ、第四問に行くぞ。ぴょよよん。鎌倉時代に、つれつれ草を書いたのは？一番一寸法師、二番健康法師、三番琵和法師、四番鳥羽僧正。各有。それでは、タイミングを合わせて、三、二、一。はい おい、どん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 ,どんはい、みんなありがとう。大丈夫ですよ。それでは、見ていきましょう。4問 <laughs> の答えは、じゃぐらがだか、バン健康奉師ですね。だ日本の随筆で有名なつれつれ草。つれつれ,れなるままに日暮らしから始まる。とてもね、面白い本ですけれども。 これを書いたのは健康法師だと言われています。一番の一寸法師は、あの、針でね、相手をチクチクさせ嫌なやつですね。三番の琵琶法師は、琵琶で平家物語を語る人。四番の飛ば草場を書くようは、長寿ギガの作者かもしれないと言われている人です。そう、いよいよ四択クイズも最後の問題になりましょう。四択クイズ、最後の問題見ていきましよう。第五問。 江戸幕府の第4代将軍は誰 ?1 番、徳川秀忠。2番、徳川家光。3番、徳川家綱。4番、徳川綱吉それではみんなタイミングを合わせて3、2、1、はいはい、ストップですよ。 で、はいありがとう。さあそれでは見ていきましょう。えっとバック四大将軍は、<laughs> はい徳川家綱になります。<laughs> さあ察しのいい人はさっきヒントが出てたことがわかりますね。はい。はいや、はい、綱、い綱引き、いや綱ということね。いや綱、いや綱、いや綱。

はい、中間発表、頑張っていきましょう。さて、ここまでの状態はヒー選手、ルカ選手、4点頑張りましょうシュン選手、8点。そして、パーフェクトがカイ選手とジー選手、それぞれ10点になっております。さあ、それでは、いよいよ後半の早押しクイズに行きます。第6問。<laughs> よく聞いてください。書類あわれみの例を出した。 江戸幕府第五代将軍は誰おっ、ジーセ早かやがった。徳川綱吉はい、しょ、やわれみりを出した。江戸幕府第五代将軍は、徳川綱なよになり。つすよし,綱,よし綱,吉綱吉、よしになるくだらんことを言ってる間に。うん だんだん頑張って次の問題に進んでいきましょう。じゃあ、第7問。難しいよね。第7問は、日清戦争の時の総理大臣は誰第7問。お、解説中きましたね。えーっとー、なんだっけないっと、うんなんだろう。うーん。OK。 正解伊藤博文ですうお。当ててきましたね。当ててき。ましたほ、ね、ほ、うん、ほう,ほう,ほうはい、それでは第8問に進んでいきます。第8問。今の北海道は江戸時代には何と呼ばれはい、海鮮州。江戸地はい今の北海道は江戸時代には えぞち。と言われてい。北海道。えぞち。えぞとかね。えぞ地と、江戸時代には呼ばれていました。江戸地じゃないですよね。<laughs> ウシ上第9問だね。<laughs> 早押しクイズ。なかなか大変ですよね。初登場の、初出場のルカ選手。はい。みんな、早いよね。早押しの練習もしないといけない。なかなか厳しい。世界なので早押しクイズ。頑張っていきましょう。第9問。 第9問。浮キタ家の子供で関ヶ原の戦いの後8をヒーセンしました。ウキタヒデイエはい、戦いの後と8条島に流されたのは浮キ秀家となってます、いい選手見事。なんかイケメン。本当おりました、イケメンね。 これの個人的にはこう月曜日のある、ね、メンバーに似てるなと言っても思ってるんですけどね、ヒー、うん、選手思いませんかヒー選手と同じクラスのある人に似てるなと思ってるんですね、実は絶。絶対似てる、ね。はい、というわけで、うちはネタはここまで。次は第10問いきましょう。うん、第10問。こんな画面を見てください。江戸時代に発明された、これは何を G 選手推しますね。 <い>ブブー。おー、シュン選手。エレクセルブブー、これはビビってきませんね。じゃあ、そろそろ時間を区切っていくぞ。3。を挑戦してきた甲斐選手。ピッチューグア。はい、これピッチューグアと言いますから、選手。おー、勝負ができました。うん、はい。だって、千馬小じゃないでしょ。 さあ、クワっていうのがあるんですが、畑を耕す道具クワ。左のようなフログワっていうのをずっと使ってきたんですけれども、江戸時代になると威力が高いピッチューグワというのがね、江戸時代に発明されました。というわけで、G 選手、シュン選手は次の問題、お休み。ルカ選手、カイ選手、ヒー選手、チャンスですよ。 はい、第11問に行きましょう。第11問。平安時代に中、あ、ごめん、ちょっと待って。11問って書いてなかった。11問、改めて。平安時代に中宮帝氏に仕えていた清少納言が書いた随筆は、オルカ選手。枕の奏詞。はい、おめでとう。枕の創始です。 ポイント取ってきました。名古を書いた図立、マグロンソーシです。おめでとう。そう、半分ぐらいきましたよ。さあ、みんな復活です。G 選手、シュン選手、次の復活。第12問見ていきましょう。第、あ、ちょっと書いて書くね。<laughs> 第12問読んでいきます。江戸時代に天草四郎が起こした反乱は シュンセジュー。アマクサイッお。あ丸にしときましょう。天草一サとかもいます。えっと、天草クサこロー。こしたら、島原のなん別名島原天草の一ッと言いますね。天草一サと言いますので、そこはオッケー、シュンセジューおめでとう。いい、OK、んだ、それで。フェイント取りました。<ー>ほらク草一ッという言い方をします。 では、第13問。だいぶ後半に来ましたね。みんな、最後まで集中していきましょう。特に野田先生、集中しろ。野 <laughs> 田先生の集中力が一番最初に切れるからね。第13問。スズメの子、そこのけ、そこのけ、お馬が通る。という俳句の作者はお G 選手、早かったですね。小林一ん はい。江戸時代、スズメの子、そこの毛、そこの毛、お馬が通るという歌を歌った作者は小林一さです。はい。選手ポイント取ってきました。では、残り2分までなってきましたよ、みなさん。ヤおシクイズは悔しいね。厳しいのだ。大会だから。厳しいのだ。それでは、第14問。 北条時政の孫で鎌倉幕府、お一い回選手北条泰時。はい、北条時政の孫で鎌倉幕府の三大失権となったのは北条泰時になります。ね、見といてよかったわ、の鎌倉殿。お一回出てくるね、鎌倉殿の13人ネタ。 毎年ね、大河ドラマのネタは必ず織り込んでいきますので、抑<あ>えていきましょう。大河ドラマではね、まださ、やすときは、失権にはまだなってないんだけどね、将来的に失権になるわけだ。いよいよ最後の問題に来ました。最後の問題、第15問。さあ、みんな最後に、ね、気合を入れていきましょう。第15問。歌川広重が描いた下の絵などの一連の作品を はい、海選手。じゃあ、じゃあ、また海選手だな。えっと、東海道53次はい、世界、東海道53次になります。抑えてきましたね。東海道53次という東海道のね、宿屋。<ー>宿屋あたりの周辺をそれぞれ書いていくと、いうことをやりました。はい、それでは、結果は、 はい、今から集計していきます。みんなドキドキしてください。というかね、やっぱりっ常連組、さすがっていうところがありますね。結果発表いきます。では、まずは5点、5ポイント。ヒー選手と新選組のリラックマ選手です。おめでとうございます。<laughs> <laughs> そして、 9ポイントシュン選手です。おめでとう。そして12ポイントが G 選手。今日の優勝は15ポイント取った。はい<し>、選手です。やっぱりそうだ。よかったチャンピオン帰り、チャンピオン帰り先しましたね。島島先生の復活も皆さん、期待していてください。それではみんな、そしてリラックマ、リラックマルコ選手、今日はありがとう。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。はい thank you